南島袋は、袋ロ袋科に分類される鳥類の一種。ワシミミズク族ブボに含めて、ブボゼロ年シスとする説もある。かつては海外に紹介され始めたばかりの島袋を本種のアッシュとしていた。全長56センチ。胸から腹にかけては、赤褐色で、翼と背中、お葉は茶褐色に、白のブーチが入る。交際は金色。 頭部にハスミと呼ばれる耳のような羽を持つ。近縁の島フクロウと似た外見をしているため、飼育などで日本国内にいる個体が島フクロウと間違われることもある。湖沼や河川に隣接した森林に生息する。植生は動物食で魚類、カエル、カニなどを捕食する。夕方から活動を開始し、狩りを行う。繁殖期は、 インドのものは2月から5月にかけて、東南アジアのものは12月から5月にかけてで、土手の穴や軌道などに映像し、白色部ンの卵を1個ないし2個産む。鳴き声は、私ゆともに、ボーボーまたは、ブーブーと低い声で、オスからメスから、オスと鳴き交わす。かつては、褐色ウオミミズクと呼ばれることも多く、島ウ保護の第一人者で知られる。 山本住雄などもこの名称を用いていたが、現在では、島袋と近縁であることから呼ばれる、南島袋と呼ばれることが一般的である。また、これに伴い、かつて、ウオミミズク族と呼ばれたケクパ族も、島袋族とされるようになった。ありがとうございます。